ザ・クリエイティブジャム。この番組は歌詞家の藤原誠二、アーチコアの多田健二、アーティストの寺口隼人の3人がデザイン思考とクリエイティブ思考でいろんな悩みを解決していこうという番組です。はい、というわけでございまして、はい、始まりました。クリエイティブジャム、はい、4本目でございます。4本目とか言わんでもこっち側の都合。そうね、はい、毎週ありがとうございます、ありがとうございますということで、はい、今日は、はい、ポータブルバッテリーに最近ハマってるということで、はい、多田さんの僕ね、これ今ね、ちょっと早、はい、ハマっとるんですけど、ポータブルバッテリー、うんうん、ポータブルバッテリーってご存知ですか、ちなみに。いや、皆さんね、モバイルバッテリーは聞いたことありますか。それですか。モバイルバッテリー、ね、あります。コンセントですね、はい、そう、コンセントっていうかバッテリー。あ、バッテリーですよ。要は iPhone とか、はいはいはい、ね、こう外出した時に、はいはい、こうピッとこうね、電源と充電しておいて、それにこうね、給電するっていうバッテリー。これはモバイルバッテリーっていうのはね、皆さんご存知持ってますか。はいはい。ポータブルバッテリーっていうのはね、イメージするのは、例えばバーベキュー行ったりとかはいはいはい、した時に野外で電源が行った時に電源を使うというのはちょっとでかい版です。化粧、女の人の化粧箱ぐらい、はい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 、っていうポータブルバッテリーってのがあるんです、はい、でこれなんで知ったかっていうと、うん、ヒカキンさんがですね、うん、ある動画を上げてはって、これ地震ね、3月16日に、うん、茨城県か福島かやったかな、うん、でかい、はい、6強やったかな、6弱か、ありましたね、晩のね、23時、はい、ありました、ありました。あれ2回ドンドン、5分ぐらいに2回6弱のやつが来た時に、ヒカキンさん、まあ東京なんで、はい、めちゃくちゃ揺れたんですよね、東京の方も多分4かね、うんうんうん、でそのヒカキンさんはこのタワーに住んではるんですけど、うんうん、はい、揺れた瞬間に停電になったんですよ。おお、でもめっちゃ怖いと、でまあヒカキンさん当然ながらもうすぐこう、はい、スマホで撮影しながらこう停電になって、はい、今もう、あ、もうまた揺れてますとか言って、はいはい、でそのもう停電になったのがめちゃくちゃ怖くって、うん、はい、ポータブルバッテリーっていうのを防災のねために、なるほどなるほど、地震があったりとかした時に、はい、一番困るのって停電時なんですよね。なるほどね、停電時に、うん、困ると、うん、でその時にポータブルバッテリーがあったらこれはいいんじゃないかということで、はいはい、防災のためにポータブルバッテリー買ってそれをおすすめしてる。なるほどなるほど、それで電源を入れる、うんうんうん、でそれもね、はい、なんかバッテリーの容量によっていろいろあったりするんですけど、はい、そんなあるんやと思って初めて知ってみてったら、うん、YouTube こう見てったら、はい、あとね、ソーラーチャージャーっていう屋根にね、ソーラーパネル、太陽光の、そうそう、はいはい、あれのまあちっちゃい版みたいな、うん、こう折りたたんで、はい、持ち運びできるようなやつがあって、はいはい、要はこれと組み合わせてね、うんうんうん、要はお日さんって当たりますよね、はい、毎日毎日、はいはい、でベランダで、まあ、お日さんが絶対当たると、うん、ってなって、そのソーラーパネルをね、ソーラーチャージャーっていうのをね、うん、4枚こう置いてたら、うん、なんとね、充電が全然できるっていうね。あらあら、うん、でそれをまたこう見てたんですよ、はいはい、YouTube、はいはい、なんなら結構ええやんかって、うん、お日さんってただなんで、ただし、ほんで僕それを買ってみたんですよ。おお、はいはいはい、ベランダ、まずベランダにこう当たるなと思って、うんうん、はい、でまあ午前中から昼過ぎぐらいまでしか当たらないんですけど、うんうん、で一応まあ4時間ぐらい当たるなと思って、うん、4枚ぐらいのソーラーチャージャーと、うん、でそのエコフローっていうね、はい、会社のポータブルバッテリー買ったんですけど、はいはい、これねめちゃくちゃ本当にねたまるんすよ。もう 2,3 時間置いてたらね、うん、もう 99% たまってる、うん、まあ、その容量があるんですけど、はい、なんならね、もうスマホの充電とかね、うん、僕はねその部屋の、はい、ご飯食べるときにこう部屋のこう完成証明みたいなライトになってますけど、それをね毎日使うようにしてるんです、ポータブルバッテリーで。その日午前中に充電したやつをこう部屋の中持ってきて、そのスマホの、スマホの充電とか、そう電気つけるのに使う。それで1日だいたい 99% までいってたのが 50% ぐらい、 40%、50% ぐらいまで減る、はい、使うと。でそれをまた次の日また4枚パネルこのやってたら、はいはいはい、もう 2,3 時間でこうおーめっちゃいいパーなの、すごいすごいすごい、それを使う、いや
結構思ったよりたまるやん。すごいな。すごいですね。だからこれをだんだんね容量も増やしていけるんですね、バッテリーの。なるほど。だからこれを見てるとよくあるのは、はい、それは防災対策みたいな感じで使う場合もあるし、うんうん、さっき言ったそのバーベキューでね、はい、車中泊とかするときに、はい、ああなるほどね。なんかね一人でねなんかその動画見てたら一人でそのジムニーみたいなそのね、はい、ね、うんうん、車でジープみたいなで、はい、でなんかこうちょっと後ろでこうちょっと空いてるじゃん、うんうん、スペース、うんうん、はい、でそこでちっちゃいその IH のね、はい、そういうのも持ってって、はい、で鍋持ってってコーヒーなんか一人なんですよ、はいはい、一人で行ってるんですよ、うん、その一人キャンプね、そういうのが好きで、うん、でコーヒー立てて飲んだり、はい、こうインスタントラーメンそれ作ったり、はい、見てたらめっちゃ楽しそうなんですよそれでこうポータブルバッテこれがあったらもう全然それで使えますよっていう、はいはいはい、めっちゃ楽しそう、はいはい、でそれをね毎日僕ね今もう充電使もうやってるんですよ。だからねそれをやりだしてからねこう明日の天気がめっちゃ気になるんですよ、ね、ああ確かに。なるほど。でこれ見た今今日みたいにこう曇り、あこれ曇りか、あお日さん照ってるかな、まあ曇りの場合はね、はい、全然もう充電できないです。あたまんないや。本当にお日さんがバンとこう照ってて、はい、ほんでねその4枚パネルあるんですけど、それどっかの部分が影になってたら一気に弱くなるんですよ。全面が全部お日さんに直射日光で当たらない、はい、でもそれが当たってたらもう 2,3 時間ぐらいで僕のやつはもう満充電になります。いやいいな、すごいな。これただなんでね、これそれはすごいわ、はい、それ実はあの祖先大坪くんがめっちゃ欲しがってまして、そうなん欲しがってるということは買ってない、買ってはないけど、そのポータブルバッテリーとそのソーラーチャージャーを持っていったら、まあそれこそ災害でも使えるし、うん、もしかしたら山の上とかでもライブができるんじゃないかみたいな。いやできますよ、そうですよね、できるんですよ。なるほどね。これね、ほんでね、最近やっぱりあのそのポータブルバッテリーってもうずっとこうね、うん、あのまあその新製品が出たりとかして、うんうん、多分ずっと進化してるんですよ。僕は今見ましたけど、はい、これがねなんかやっぱり例えば、はい、ケトルとか、はい、あれってね1200ワットぐらい使うんですよ。おー結構いきますね。で普通のこういう小型のポータブルバッテリーでは、うん、もうあの出ないですよ、使えないですよ、はいはい、でもその僕 の、その買ったエコフローっていうのは、うん、1200ワット、まあ、例えばドライヤーとかまで1000ワットぐらいあるんですけど、ありますあります。それを一時的に600ワットにギュッとこうちっちゃくして使えるようにするんですよ、おー優秀や、優秀なんですよ。で ね、それもうめちゃくちゃ分かりやすくてね、はいはい、あの充電する時も今どれぐらいの、うんワット数で充電してるかとか、うんうん、あの数値がちゃんと出るんですね、はい、で使う時もこれぐらい使ってるっていうのが、だからその1200ワットのドライヤーとかケトルとかやっても結局600ワットずっと出ています、はい、あなるほど、ね、で一応使えるんですよ、まあ、時間は確かにかかると思うんですけど、はい、でも停電時に使える、うんうん、それはいいな。ドライヤーとかそれはケトルだからお湯沸かせるっていうね。僕一回家でねちょっと実験的にね、うん、まああのどれをどこまでやったら、何ブレーカー落ちるかいう実験挑んでみたいな。何をやったんですか、家で。いや、でもほんで、あこれ意外となんかすごい容量使うんやっていうの結構あるじゃないですか。はい、まあドライヤーもそうやけど、レンジとか。レンジとか、うん、あと何やったっけな。まあまあその、ね、まあク、ね、クーラー系とかもまあそうですけど、うんうんうん、意外なやつありましたか。意外なやつね、何だ忘れましたけどね。あ忘れた。まあまあただでもでもやったことあるんだよ。そうでも結構これこんなワットいくんやなとか意外とね PC とか備えあれやな。何かを見て何かを見て。いやもうあのなんかね数値みたいな、なんかこうこれいったらうーんってこう。あもう落ちるあれ、まあ、針が、針が行くんですけど、はい、まあ、ブレーカー落ちるっていうのは安全装置として正しいですね。そのまま行ったら燃えてまうみたいな、はいはい、だからまあまあ、まあ機能はしてるんですけど、うんうん、あこれとこれとこれ連続で行った場合、うん、同時に、ね、多発で行った場合落ちるんやとか落ちるんやなとか分からね、うんうん、分かる。だからまあそういう、まあ、一種の停電みたいな、ね、状態じゃないですか、うんうんうん、確かに、まあ、ああいう時になった時にね、電源どこからも取られへんかったら、ね、うんうんうん、暗い中そうなんそうだから唯一あのこの PC の画面だけ光ったりする。あそうですね、これは充電に、ねうん、なってるから、はいはい、で結局これもね今もね、うん、スマホとかも結局そのあるけど終わったらもう使えない。そう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 で結局これめっちゃ大事じゃないですか、うんね、情報取ったりするの、はい、一体が行ってまうとねほんまにその地域がもうなったりするじゃないですか。だからやっぱりそういう時の電源、うん
間めちゃ大事やん。大事っす、大事っす。それは大事やわ。ほんまね、あの充電とかしてるとき、結局 6W とか 7W、うん、あ、こんなもんなんやって、うん、なんか出ていく電気が意識できる、うんうん、あ、あるんですね、それね。そう、だから、あ、これちょっと切っとこうとか、うん、なんかやっぱりね、そういう風になるんすよ。意識がこの電気の使ってる数字に、数字で分かるんですよね。あ、大事な、それもう天気の時ね、めっちゃ嬉しいですよ。あ、たまる、天気やたまるやん、天気やめっちゃたまるやんみたいなで、あれ角度とかもあるんですけど、はいはい、僕ね、あの、まあ、そのね、ポータブルバッテリーと、あ、そのソーラーパネルね、いろいろあって、まあ、簡易的なスタンドピンみたいなペットこうね、はい、置けたりもするんですけど、はい、そんなんちょっといい加減じゃないですか。そんなんね、はい、すぐパターンと倒れるし。僕ね、これめっちゃええの見つけてね、僕ら音楽やってるから分かると思うんですけど、はいはい、譜面台ってあるんです。ありますか、はいはいはい、譜面台のあのしっかり、ね、しっかりしてるバージョンのやつ、はいはいはい、あの鉄板のやつ、分かります分かります、ペラペラのこうやつ、骨組みのやつじゃなくて、板のやつ、はいはい、でスタンドがこう三脚みたいになってます、はいはい、ありますね。これをね2つ買いまして、ね、これちょうどねめっちゃええんですよ。そのソーラーパネルを置くのに角度も変えれるし、なるほどね。で、あのスタンドなんで安定がめちゃいいんです。なるほど。あ、それを荷台でこう、それを荷台で置いて角度もなんなら調整できるよと。なるほどな。これも音楽やってるから考えれるな。そうですね、ね、うん、いや、いいですね。いや、これはちょっと聞いてる人ちょっと欲しになるんじゃないですか。ソーラーパネルとバッテリー欲しになりますね、これ ね。あ、一つね、その もしね、同じようにその譜面台をね、はい、2つ買うってなった時に、うん、これ気をつけていただきたいのが、はい、これ重要なポイントなんですけど、はい、白色を買ってほしいですね。ほう、ほうほうほう、あの黒じゃなくて、黒って譜面台って黒多いです。はい、黒で、いろいろ、まあ、バリエーション聞いて白っていうのもあるんですよ、はい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 、でこれ白っていうのが大事で、このお日さん、お日さんって言ってるんで、はい、結局ソーラーパネルにも、ね、負担かかったらダメなんですよね。あ、はい、黒い譜面台で黒くなったら、その熱なるし、パネルが熱くなって、はい、このパネルに負荷がかかってしまって、あ、なるほどなるほど、なんで白い譜面台にしてもらったら、ね、なるほど、熱くならないんで大丈夫という、ね、はい、白譜面台と、白譜面台2台、ね、ソーラーパネル、そしてポータブルバッテリーということで、うん、もう災害対策はね、バッチリで。もうなんならね、ちょっとそれってね、あのバッテリー増やしていけるんですね、このバッテリー足して。はいはいはい、どん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 、かなりの傘が容量で。まあそういう風にね、うまいことなってるんです。欲しかったらバッテリー足したら、あのな、ちゃんとなる。なるほどな。まあ、最初からそれを買うこともできるんですけど、はい、あ、なんならちょっと足してもいいやな。それ、それじゃね、楽しいですよね、うん、使う容量でまた。なるほど。僕の買ったやつね、うん、4万ぐらいなんですよ、ダブルバッテリー、はあはあ、でそれでっかいのは6万ぐらいなんですよ、はいはいはい、だからね、そんな高くない。まあまあまあね、それで、はい、まあ電源、電気容量も節約しね、そうですね、どこでもなんかできる、まず安心、安心あるしっていう思えば、そんな、ね、ソーラーパネルは3万ぐらい、はいはいはい、なんかそれもね、ずっと使えるんで、まあ、10万ぐらいあれば、だからね、なんならそのバーベキュー好きの人とか、はい、なったらもうそこでも行って、はい、ああ、いいですね。いや、いいですね。一軒家の人とか、うん、めっちゃたまると思います。あー、そうか、そうか。僕らとかマンションなんで、火が当たるところがもう時間によって限られて影になってしまうんで、もう庭があって、うん、もうずっとそんなお日さん照ってるよっていう、もう特に西日の強いやつなら、いや、いいですね。めっちゃたまっていくと思うんですよ。いや、いいわ、それ、ね。これね、ほんまおすすめです。ただでどんどん使える。うわ、いいな、いいですね、楽しみも増えますね。楽しみ増える、もう曇りはがっかりするんですよ。ね、晴れの日はめっちゃね、めっちゃもうなんかね、楽しみになるんですよ。もういいですね。あの昔ね、あの、うん、ゲームボーイアドバンスのゲームで、うん、僕らの太陽ってゲームがあったんですよ。僕らの太陽それに知らんな。そう、ゲームのカセットにソーラーパネルがついてて、お、 それで太陽光でエネルギーを蓄えて、うん、めっちゃキャラクターが強くなるってゲームがあったんですよ。それでもめちゃくちゃ面白いよ。それめっちゃおもろかった。今やん。今やん。
ね、僕らの太陽早すぎた、うん、スイッチ版、スイッチ版でも当時でも相当売れてたんですよ、うんね、それも曇りの日はもう何もできなかったっす、ね、そう曇りの日はもうゲームユーザー、はい、みんなテンション低いそうか、そうなんですよ、そうか、そんなゲームありましたね、面白い、もう今ね僕の周りでちょっとおすすめしております、はい、あいいですね、いいですね、もう一個なんかあのハヤトが今、はい、気になってるおすすめがあると聞いてますよ、はい、僕のおすすめですか、家の中にね、はい、あそう僕ね最近ねあの、うんまあ、家の中で暮らし普通に暮らしてるんですけど、はい、僕の家4階なんですけどね、うん、あのなんとアリが最近ねうちの中アリが出てくるよほどですよそれそ最近聞きませんアリが出てくる、ね、アリって家の中おるんやなみたいな、ね、そう一軒家とか な,、はい、なんか そういうとこならなんか、ねまあ、地面と接してればねでなんかね、うん、地面から木だかなってなる、はいはい、マンションって珍しいですよね それが僕あの廃材の木材とかをちょっともらいに行ったりとかして、うん、その自分の作品なんか使えるかなって、うんうん、はいはい多分ねそれにその中におったんやな、はい、とかあの昨日ねたまたまあの、うんはい、その僕のイベント来てくれてた子が、はい、帰りストーリーあげてて、はい、これ なんやろうなと思ってパッと見たらあのリュックにねアリが2匹おー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 あそうか木にそう なんか持って帰るバージョンもあるねなるほどなだからあのどっかからはいはいはい、はい、木ですね木やね木は大きいね木は大きいね、うんまあ、なんですけど僕ねあのアリ結構ずっと好きで、うん、あのアリ好きこれねこの間一七ライブでね多田さんと一緒に話してたことだったんですけど、うんまあ、あのちっちゃい頃から小学生ぐらいの頃から、うん、アリめっちゃ好きで、うん、めちゃくちゃ調べてたんですよ、うん、珍しいでしょ、うん、珍しい珍しい、うん、それのきっかけになったものがあって、うん、なんかね確かね自由研究の時に、うん、あの何買おうかみたいな悩んでたら、うん、あの安徳アリウムっていう製品を発見したんですよ、はいはいはい、安徳アリウムこれあまり聞いたことないでしょ、ないです安徳アリウムね調べてみてくださいこれはねこれ面白いんですよ男の人ハマるかいやハマると思います、この安徳アリウムっていうのは、うん、あのまあアクアリウムのアリ版みたいなので安徳アリウムっていう名前ついてるんですけど、はい、アクアリウムっていうのはあの、はい、要はこう水槽をね、そうですね。あの生態系みたいにしていく、ねはい、熱帯魚とか飼う人のね。ですね。ありますけど、はい。要はね、一言で言うと、うん、アリの巣を観察できるキットなんですよ。ほうすごないですか、アリの巣を観察。アリの巣を観察できる。はい、薄いんですよね。だからね、こう薄くして、結局そのアリが土をこう掘って、うん、そうですアリの巣をもう立体的にとか平面的に見れるっていうね。はいはいはい、僕も調べて、はい、うわこんなあるんやと思って、うんうん、そうなんですよこれがあの、うん、中にですねあの、うん、ゲルが入ってるんですねゼリーがこうバチって固まってて、はい、でそのですねゼリーをアリが掘って巣を作るんですけど、うん、なんとその削ったその切り取ったですね、うん、ゼリーがそのままアリの餌にもなるんですよすごいやんそれがもう餌になっとるすごいやんもう砂糖みたいないやすごいすごいそうだからこの1個にアリを入れとくだけで、うんうんうん、あと餌をこっちが準備しなくても勝手に生態系が成立するっていううわすげえ、はい、すごい考えられてるそうで実はこれね NASA が開発してやばいNASA がすごいじゃない開発 NASA がアリのアリの開発にそうなんですよすごもうなんか宇宙空間でこれ持ってって言ってもその生態系保てるやつがないかみたいなのでできたらしいんですよね。僕その興味だけで買ったんですけど、うん、買ったんやそう、うん、もう買ってもう実際に僕はあの働きアリ取ってきて入れて見てたんですもんそう、ね、これがね説明書がめちゃくちゃ良くて、うん、こんなアリがいますよっていうのをめちゃくちゃいろいろ書いてるんですよ、うん、お説明書にそう、うん、俺がめっちゃ面白くてなんかまあアリの習性的に言ったらもうそのアリの巣が観察できますと、うん、でアリの巣っていうのは実はそのめちゃくちゃ部屋が分かれてて、うん、あの餌を食べるところとか、うん、そのゴミを捨てる場所子供を育てる場所とかっていうのがちゃんと分かれていると、うん、でアリってあの他の仲間のアリが死んだら、うん、そのアリを外に連れ出して埋葬したりするんですよ。もう人間と同じすごいな。人間社会と同じです。そうなんですよ。でなんかアリによってはそのアリってねそのコロニー同士で結構殺し合いのバトルをするんですよ、うん、あそれも人間と一緒そうなんですよ戦争やそう他の動物だとなかなかしないんですけど、うん、撲滅するまでやるらしいんですよね、うん、すごいな民族そう、ね、それに特化したアリで兵隊アリが、うん、あのアリの巣に入ってって、はい、自ら爆発するアリとかいるんですって、うん
そう、自爆するんや。そうなんですよ。テロリストじゃん。テロリストや。そうそうそう。うわ、そんなアリとかいると。アリはちなみにアリ見ただけで、はい、あ、はい、よそ者のアリやなってわかるんかな。あ、でもわかるんちゃいますかね。もうなんか分からへんかったらぐちゃぐちゃになるもんね。でもそれも書いてあったかも。なんかね、なんかフェロモンみたいなのがあるんですよ。確かになんかお尻がなんかだった、はい。あ、ですね。それでわかるんや、匂いで。なるほどね。だって見かけ一緒やもんな、ね、うん。一緒一緒。そうっすよ、ね。みんな黒いもんな。オレンジのアリとかいるもんな。なんかもうちょっと印つけたりしとかね。ですね。ただね、オレンジのアリいるんですよ。おるんや。おるんや。はい、そっからもアリにめちゃくちゃ興味が走って。そうなんや。でね、そのアントクアリウムで、うん、あの働きアリを育てれるんですけど、うん、働きアリそれで買ったら、うん、確かね、1ヶ月そこらで全滅しちゃうぐらいの寿命らしいんですよ。早いね。そう、結構早くて。あ、1ヶ月ぐらいなんや。そう、ただこれ本物のアリっていうのはもっと全然長く生きるんですよ。何年単位で、はい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 、そうで、これがあの毎回女王アリにあの栄養をもらいに行ってるらしいんですね。あ、そういうことなんや。なんか届けに行ってるんじゃなくて。そうなんですよ。はい、あの働きアリは女王アリに餌を届け、はい、子供を産んでもらい、うんうん、で女王アリからいただく養分とかもあるらしくて、うんうん、そうなの、ね、そうなんですよ。共存しないと寿命がそもそも短くなっちゃう。そういうことか。そうなんですよね。じゃ女王アリがいるやん、やっぱり。そうなんです。女王アリ変わった感じ。そう、女王アリが、うん、いるわって本当になってしまって、その時、うんうん、女王アリいるわってなって、でもそんなどこに、ね、探して、うん、そうね、これね、なんか羽アリってまあオスアリなんですけど、うんうん、その羽アリが飛ぶ時期があるらしくて、うん、まあ、この時期まで覚えてないんですけど、季節の変わり目だったのは覚えてるんですけど、うん、その頃だけ女王アリが地上に出てくるタイミングがあって、はい、そのタイミングを見計らっとかなんかよ、うん、そうで、その時に、うん、あの捕獲すればなんかめっちゃこう掘って掘ってってやる必要なく女王アリがゲットできるらしいんですよね。ゲットできる。もう、うん、でもまあそこまでやるのはちょっときついって、うん、めっちゃ暇人じゃないですか、ね、見つからないのもザラですし、はい、で調べたらこれ女王アリってね、売ってるサイトがあるんですよ。女王アリ販売サイト、ネットで買えるとメルカリちゃうんですよ。びっくりするよね。そう、それでね、僕一回本気で買おうとして、うん、あの親に相談をマジで持ちかけたことがあったんですけど。ちなみに女王アリっていくらぐらいなんですか。女王アリね、日本にいるクロアリとかだったら、実はちょっと調べてたんですけど、うん、5000円、6000円ぐらいで買える。まあ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 、それがまあまあまあ、まあ、一匹ですから、ね、女王アリ一匹でね、うん、そうでね、僕さっきね、ちょっと調べてて、うん、懐かしいなと思ったんですけど、うん、僕この時マジであの海外のアリとかもめちゃめちゃいろいろ種類調べて、それはもうなります。なるわね。そうなんですよ、うん、で海外のアリをね、売ってるサイトがあるんですよ、でそれ今調べたら今も同じサイト見つかって、うん、まだやってるんやと。アントアンドっていうサイトなんですよ。アントアンドめちゃくちゃ短絡的。やばいな、やばいな、うんうん、ここでね、うん、あのアリとっていうことな。そう、アリとってこれあの5万5000円とかで、ね、高っ。うわ高い。すんごいアリやろ。輸入やろな。そうなん、むずいもんね、動物持ってくって。でもそういうことやな、はい、結局、うん、輸入ですね。輸入して段ボールに入って届きます。すごい。いや、その間に死なへんのかな。う、うん、どうなんでしょうね。なんかまあでもアリってなんかちょっと餌なんだろう、固形でボンって置いてたら長い持ちはしそう、ね、そりゃそうか、うん、だって自分の体より何倍も、はい、ね、いやーそりゃそうですよね、だって海外からはもうあれよ、固形なんか野菜とかでも厳しいやん。あですね、持ち込むね。そう、フルーツとか絶対持ち込んじゃダメですよね。でしょ、うん、そんなもう完全にだから何これ、それ専用のなんかタンカーみたいなんでこうなんかあるかもしれないですね。来るんかな、なんかまあそれで高いんやろね。だからもう、ね、そういうことか。そういうのもあると思います。いやすごいね。そうなんですよ。でそのアリの習性ね、僕めちゃめちゃ好きでいろいろ調べてたんですけど、うん、そのアリによってはですね、うん、その巣の中にキノコを育てるアリとかいるんですよ、ね、やば。へえ。でそのキノコから養分を取ったりするみたいな、うん、ああそういうことね。知っとるわけやな。そうです、そうです。でまあそんなんでですね、なんだろう、つむぎアリだったっけな、違う、ハキリアリってアリがいて、そのアリがですね、直径10メートルぐらいのむちゃくちゃでかい巣を作るんですよ。めちゃくちゃでかい。ああはいはいはい。そう、その中でめっちゃでかいコロニーで生活して、でいろんなアリがこう循環していると、はい、でその中でそのアリの巣の中で生活することに特化した虫とかも生まれてきてるんですね。え、アリじゃなくって。そうなんですよ。なんか虫が、そう、幼虫みたいな感じ、芋虫みたいなやつがいて、うんうん、そいつは体から甘いエキスを出す虫なんですよ。
はいはいはい、はい、でそれをアリがこうありがとうって言って食べていくわけです。アリがアリ、そうそういうことですね。自己ダジャレでしたけどね。そうで、その幼虫はもうそのアリから食べ物を運んでもらうとって言ったりとか、そうアリにめっちゃ似てる形をしたクモとかも共存したりしてるんですよ。へえ、俺アリだぜっていう顔をして、うん、そのアリのその巣の中入ってって、うん、なんかその餌とかっていうのを食べに行ってるみたいな、はいはいはい、すごいそれ。そう、もうそのね生態系がもうまさに人間みたいな感じなんですよね。詐欺、うん、おるわけ、そうそうなんですよ、ね、騙し合いみたいな。へえ、ね、アリの生態すごい面白くて、アリって個性があるってよく言うじゃないですか、はいはいはい、ただこれってそのよくいる働きアリとかってサブルアリもいますみたいな、あれって実は2対6対2って割合で決まってるらしくて、うんうん、めっちゃ働くアリ2割、まあそこそこ働くアリ6割、うん、でサブルアリ2割っていうのが必ずこの状態らしいんですよ、うんうんうん、でこのサブルアリを取り除いて、そしたらみんな働くやろうって思ったら、残りの割合から2対6対2にサブルアリが出てくるんですよ。また出てくるというね。そうなんですよ。じゃあこれってアリって一匹一匹が生命体って言ってるけど、トータル1個のこのコロニーで生命体って考えたら、うん、細胞分裂して怪我したのが治るのと同じなんじゃないかなみたいな。ああ、ね、はい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 、うんうんうん、だからその割合、まあ、結局正規分布ですよね、はい、結局ね、うん、そうですね、まあ、まあ人間社会も、ね、同じっていう ね、うん、割合が変わる、ね、まあ、これで保たれてるっていうね、うんうん、そう、これをですね、あの知り合いの経営者の方にですねお会いして、きあの話してみたことがあって、うん、そしたらそれって経営のことでもよく言われるらしいですね、うん、よく言うね、会社のスタッフの割合とかね、うんうん、だからサボる人間を排除するとまた誰かがサボるというね、うんうん、なんかうまくそういうことになってたり、うんうん、だからなんか結構言うね、確かに、そう、上位2割の人間が売り上げの8割を作ってるみたいなね、はい、うん、でもこれはほんまやもんね、ほんまなんだよね、よくできてるな、そうすよ、ね、まあ、だから人間社会をアリで学ぶという、そうなんですね、安徳アリウムで見とったら分かるという、ね、見れるんですよ、そうか、まあ、あの昔そういえばね、今思い出しましたけど、はい、矢沢永吉がアリよさらばというね、はい、ドラマをやってましたけど、はい、まあ、だから人間をそれに例えてるんですよね、だから、そういうことですよね、もうそのもう、あ、似てるなと、うんうんうん、人間なんてというね、うんうんうん、ちっちゃい生き物やと、はい、いうことで、そうですよね、そうね、上から見るとそうかも、見そう見えてるかもわかんないですよね、人間すらもね、人間もね、この地球っていう巣を作って、ね、はい、まあ、女王アリのために、ね、ただどんなにすごい人やっつってもね、うん、ね、ザッカバーグや言うても地球レベルから見たらもうアリです、アリ、いや、そうです、ね、あのちょっとでかい、だからコロニーを持ったアリですよね、アリ、そういうことなんですよ、アリの世界でもやっぱ起こるんですよね、だからそのね、僕らもだからアントクアリウムの中におるだけかもわからないですね、はい、もはやね、そうなんです、は、もしかして人間は一つの生命体かもしれない、あ、なるほど、そう考えるとアリを殺すのもちょっと躊躇してきますね、あ、まあ、ね、もうだって、アリ殺さないですよ、そう、アリは殺さないですね、うん、うちの相手も、ね、もうもはやあれやんか、養老先生やんか、はい、もうはやと養老たけしにも近づいてもう虫から学んでいくみたいな ね、 いやね、そう、ただ他の虫全然好きじゃないんですよね、いやでも興味持てば好きになるかもからな、はい、いやね、僕ね、はい、あの虫をね好きになりたいんですよ、うん、ただ本能的な邪魔があるじゃないですかはいはい、はい、うん、これ何なんだろう、その境は何だ、うん、どっからどないなんだ、いやね、これ難しくて、アリはねなぜかしらんけど、僕もうこの興味だけが勝っちゃって、うん、もう見た目も気持ち悪いとも思わないんですよ、うんうん、ただ他の虫って、うん、もうそれこそクモとかっていうのはもう僕、うん、無理なんですよね、普通に、そうなんよ、そう、そうなんですよ、ただ習性とかは僕めちゃくちゃ好きなんですよ、はいはいはい、もうはこんな習性、あ、そう、もうあの蜂も近いやん、あ、そうですね、ですね、アリにちょっと、うん、そうですよね、蜂はどう、蜂は普通に危険じゃないですか、うんうん、危険なんですよね確かに共存が無理やな、うん、でもなんかクモとかって別に害でもない時多いですよね、なんなら殺したらあかんよクモってね、そういう存在ですからね、そう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 、なんか家軍に呼んだらね、うん、でももうあの反射的にもう気持ち悪いって思ってしまう、なんかこの足っていうか、そう、この
ね。そうなんです、これをね排除したいなっていうのはめっちゃ思ってて、うん、それ真剣にすごい考えたことあるんですよ、うん、でなんで気持ち悪いって思うかって、多分人間からかけ離れてるから、うん、まず雲っていう体を見るだけで人間って違いすぎてびっくりするんですよね、うんうん、あと黒いっていうのがね、そう、うん、でそれでいて、ね、あの黒さあるよねやっぱり、なんか足とかがですね、うん、めっちゃ速くピッて動くじゃないですか、うん、その一個一個の動きに対しても多分驚きがあるんですよ、うんうん、でその速い動きが6本とかの足でブラララッとなる、うん、だからその間に何回カウントしていいのかってぐらいのビビりがあるんですよ、ね、うん、びっくりが、うん、びっくりが、そう、このびっくりが怖い原因なんじゃないかな、いや、うん、これねこの前ねテレビでね、はいはい、酒のつまみになる話、はい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 、これちょうどそのテーマがあって、あ、そうなんですか、うん、大吾が、はい、いや世の中にと、はい、このいろんなね今あるものに、うん、あのスピードの話なんですけどね、はい、これもうちょっと早かったらええのになとか、うん、もうちょっと遅かったらええのになってないですかって言って、なんやそれって話になって、はいはい、いや例えばね、うん、ゴキブリってなんであんなに嫌われてるかというと、うんうん、あの体はもちろんあるんやけど、うん、はい、スピードじゃないか、あの速さでめっちゃ速いから、めちゃくちゃ思いますそれ、嫌われるの、あの、はいはい、びっくりするとその速さに、あんなちっちゃいものが、はいはい、ね、でパンダ、はい、あんなにね、うん、慕われてるのは、うん、あののろさだと、うん、あのね、はい、ホームでクマですから、ね、や、うん、クマは怖いじゃないですか、うん、でもパンダは、うん、なんかほわんとして、うん、まあ、遅いから、はい、慕われてると、はいはい、だからこれパンダがめちゃめちゃ俊敏に動いとったらね、あんなにも好かれてないし、ゴキブリもめっちゃ遅かったらあんなに嫌われてないじゃん、そうなんですよ間違いないね、 それは間違いない、ね、うん、ね、町のお掃除屋さんなんて言われてますよ多分、あ、そうやわ、早いのが怖い、早いのが怖いね、そう、ちなみにねゴキブリってあのダッシュ全速力になった時ってもうウィリー走行みたいになって後ろの足2本だけで走ってるやばないですか、空気抵抗がこうもうなってそうなんですよ、え、あの本人はもうあのスピードを支えてるのあの2本で後ろ足2本で2本の足なんならもうそのまま飛び立っていくやばい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 すごいな、それのスーパースロー映像とか僕見たことあるさほんまに浮いてんのなんだかで浮いてくるんですよ飛んでってほしいわそのままね、やばいな、いやもうねその習性とか僕めっちゃ好きなんですよ、めっちゃおもろいじゃないですか、そんな、だから基本虫の習性は好きなんやね、はい、そうなんだ、ただ見栄えとこれが くっついてない驚きとそれが怖いと、あの愛させてほしいっす、ね、あー、その愛させる何か方法があれば、ね、クモもクソ早い動くもんね、はい、いやそう、しかもでっかなってタランチュラみたいな、ね、怖いわそれは、あのハエトリグモっているじゃないですか、うん、あれとかってハエ取るじゃないですか、うん、そしたら時々このハエめっちゃお気に入りやんってなることがあるらしくて、あ、そうなん、取ったアリを大事に大事に取っておくんですよ、うんうんうん、でそしたらもう一匹のアリを取って自分のその食欲を満たせないために、うん、取っておいたアリを食べずに死ぬことがあるんですよ、うん、はい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 めっちゃ可愛くないですか、はい、それはでもありますね、だからその、くしくも、まあ、ヒデがピンクスパイダーの歌はまあそういう、はい、あ、そうなんですね、そういうことですね、あれはそうなんだ、やっぱりこう、そうなんですよ、めっちゃ可愛いじゃないですかそんな、ね、そうそうそう、自分の寿命がわからんっていうね、そう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 、気に入ってね、あのなんかずっと保持してしまう、そうですね、はいはいはい、ね、まあそうね、そういうと結構だからいろいろそれをテーマにアリさんマークの引っ越し者もそういうことですかね、うん、まあ一生懸命働くとあ、そうですね、そっから来てんじゃないですか、ね、やっぱり、うん、やっぱそんなのがあるんですね、働きありのイメージ、働きありのイメージっていう、なるほどな、うん、アリさんのマークにして、うんうん、絶対そんな会社嫌やなって思うけどね、やっぱりいいんですよね、だからまあまあでもに合ってる、そう、みんなアリさんマークの引っ越し者は悪いと思ってない、思ってない、うんうん、やっぱりそのいいイメージの方が勝ってるっていう、ね、そうです ね、だからほんなら堺引っ越しセンター間違えてますね、あれパンダのやつ間違ってます、あれあんな早く動いてたあれ間違ってますね、あれポリシー遅いですね、ポリシーと違う、ただゴキブリ引っ越しセンターにしたらめっちゃ早いあの、うん、難しいねバランスが、ね、早い方が変化、愛される方が変化、そう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 、パンダ愛されるのめっちゃ遅いよ、遅い遅い、いやでもひょっとしたらそのキャラがちゃんとね、うん、
相まってですね、失敗しても怒られないかもしれない。あ、確かに、なるほど。遅くても、はい、なんか怒られないか。社員にいいんですね、それね。なるほどね。なるほど。パンダやし、シャネクってね。なるほど。なんか会社がそういうアニマルキャラを持つんとかは、なんかちょっと理由がね、もしかしたら。いや、コンセプトがやっぱり関係、野球チームとかもね、ありがちじゃないですか。黒猫ヤマトとかね。そう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 。やっぱなんかいろいろあるんでしょうね。そこに込められたあれが。確かに。ほどな、うん、もうそれ売ってるんですね。あ、売ってます、アントクアリマ今でも、ね、これね、動画でね、一回検索してみてください。 YouTube でも見れる、めちゃくちゃ面白いんで。アリ飼ってる人とかね、いっぱいいるんで、めっちゃようできてる動画とかあるんですよ。めっちゃアップで撮って、はい、本当にアリがどういう風に動いてるのかめっちゃ分かる。そう、もうね、愛情湧くんだよね。これちょっとね、分かりました。あの、うん、ハヤト君のアリへ対する、はいはいはい、アリに対する愛情が、あ、こういうの見てたら、うん、分かる分かるみたいな。なるほど。アリにね、人情を感じていくんですよ。すごいな。よう働きよね、けなげ。そうなんですよ。仲間思いでね。ですね。他、ね、ね、サボってんのに、はいはい、うん。まあこれはもう人間の縮図やと。ですね。アリに見えてきたら許せるかもわかるですもん ね、 ね、あ、それいいです ね、 ね、菩薩的な考えですね。そう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 、あ、この部屋で頑張ってるアリなんやなという、うん、嫌いなやつはもうゴキブリのように思う。そうですね、こいつはゴキブリだと。いや、人間もそういう分解をしていけば嫌いな要素が、うん、どこにあるか見えてくるかも、ね、いやですね、もう集団の中の一部こういう人は絶対いるんやと思うっていうのは大事かもしれない、ね、アリからね、学 ぶ、 学ぶ人生、うん、哲学、うん、嫌いなやつはゴキブリだと、うん、はい、思っときゃいい、ね、余計嫌いになっちょっと違うかもしれないですね。いや、ほんま面白いな。あ、ちょっと見てみましょう、それも ね、 ね、ということで今日はポータブルバッテリーとそれを紹介するという、はいはい、たまにこういうのもいいですね。なんかうん、あのハマってて今おもろいとかね、うん、これ新しくていいよみたいな、そうそう、発見あります、ね、そういうのを紹介する、うん、で、まあ、年に1回、当然我らの、はい、買ってみてよかったベスト10をね、よくあるやつ、よくあるやつ、よくあるやつね、よくあるやつをちょっとまた紹介してきた。もうなんなら多分マクドナルドベスト3とかやりだす、はいはいはい、やりだす、やりだす。これはでも一個一個うんちくありますから、はい、おもろいですね、はい、ということでまたちょっとそういうのを楽しみに待っていただき、はい、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。